はい、今回はですね、スポーツ科学と、このドラム音楽を合わせた、少し深い話をお話ししたいと思います。と言っても、すごく基本的なこと、ドラムを演奏する上で一番重要かつ一番基本的なこと、最初から習うべきポイント、それはですね、この椅子の座り方なんですけども、ここをかなり、重点的にお話ししようと思います。で、なぜこれが重要かつ、こう深く掘り進めるべき問題かっていうと、以前配信した動画で、こうドラマは早死にしちゃう傾向があるみたいな噂話もあったりして、最近やっぱり若くして亡くなられる方が多いし、一番のですね、このドラマーにとっての怪我は、この背中の痛みなんですね。で、若い頃、10代、20代の頃は、なんとか、まだ体も若いので、痛みに気づきにくい、もしくは痛んでも治りが早い、なんとか無理やりこう持っていけるパワーがまだあるですが、これが長い間続けている、ドラムスをずっと続けている方だったり、こう中高年を過ぎていくと、もうどんどんこの痛みがですね、背中の痛みが重症化してくる。そうなってくると、もはやドラムを叩くことは愚か、日常生活に支障をきたしてしまう。で、やっぱりこう、音楽でも何でもそうですけど、やっぱり長くこう健康に続けていきたいっていう、これは誰でも考えると思うので、ここがですね、やはり一番重要なポイントなのではないかということで、今回お話ししたいと思います。で、一番参考になったのはですね、プロフェッショナルのパーソナルトレーニングをしている方で、ドラマはもちろん、もうアスリートとか、フィットネスのパーソナルトレーナーで、スポーツ科学として、こう生物学、医学、スポーツ医学ですね、に精通した方がこれをおっしゃっているので、まあ間違いない根拠のある話だと思って聞いてもらえればと思います。その、まずはですね、その座り方のポイントを言う前に、この自分の、この人間の人の体の背骨の仕組み、ここからまず行こうと思います。まあ、彼はちゃんとした、背骨の模型を使って説明してくれていたんですけども、僕はそういうのを持っていないんで、これを背骨と見立てて、例えば首が、頭部がここにあったとして、腰の骨盤がここにあったとすると、背骨っていうのは3つのカーブからなっているわけですね。こうまず一つ首から出ているこの曲線と、真ん中あたりの、ここがこう盛り上がって、外側に盛り上がっているあたりで、ここから盛り上がったところから腰に向かって、この一番腰の部分ですね。ここが、に、こう内側に入ってくると。この三つのカーブがあるんですけども、彼が話している中で、患者の中で一番最も多い背中の痛みがこの腰の痛みだというふうに言っています。これは皆さんも思い当たる節があると思います。やっぱりこう別にドラマーじゃなくても日常生活で椅子に座っている人だったりしている中で、こう年齢を重ねていくことに腰の痛い方っていうのが非常に多く見られると思います。で、これが別にドラムスのスローンだったり、ストゥールに限らず、ソファーに座ってテレビを見ていたり、YouTube を長時間見ていたり、パソコンで仕事をする、車に乗っている時でもそうですよね。普段日常生活で椅子に座っている方、この姿勢が悪くなると、このバックペイン、腰の痛みに通じてくると。で、一度これになってくると、もう人間の癖なので、なかなか治らないし、もう重症化してしまうと、もうその先もかなりの支障をきたしてしまうということで、やはりここの座り方がいかに重要かっていうことが、これでわかると思います。で、この背骨っていうのは、このバック、自分の背後にこう反る感じ、これに対してはすごく柔軟性があるらしいんですね。ただ逆に、この前鏡になるのは、全然できない。こう、硬くなってしまうと。こういう性質がありますと。で、前屈はどうなんだって。あれは、すごく柔らかくしているように見えるんですが、この骨盤、この腰の骨盤の骨を固定させた上での話ですね。これで、この状態でバックに行くのか、この前に行くのか。一度やってみるといいと思います。この骨盤を固定した状態で、こう、前に、進むと全然いかないことがわかると思います。前屈っていうのはもうこの骨盤自体もこう動いているので、前に行っているように見えるんですが、この骨盤を固定した状態で
後ろに行くか前に行くか、これだともう断然後ろの方が、いけるという話ですね。なので、今の話を通じるとオールダー年配の方なんかでこうプレイしている人でこう腰がこう曲がってプレイしている人、こうやってやっている人だったり、普通に日常生活でもそうですよね。やっぱり腰がこう曲がって、どんどん年齢を重ねるごとに腰が曲がって、頭部が下がっている。この状態の方が居心地がいい、リラックスしている。ただ、これが危険なのは、やはり腰に痛みが生じているということなんですね。なので、常に背中を姿勢正しくって言いますけども、ストレートに、こう縦に、イメージとしてはこの感じですよね。こういう風に、こう一本、貫抜かれているような姿勢を常に保っていきたいと、という感じですね。でですね、この座り方に関して、僕が一番最初ドラムスを習った時、バークリー音楽大学の出身の講師に教わったので、これが一番正しいんじゃないかっていうふうに思い込んで、それをずっと続けていたわけですね。それもあながち嘘ではないんですけども、今思えば少し曖昧すぎる、こう感覚にかなり、重視した考え方で、例えば普通に皆さん、椅子にこう座って、リラックスしている時、YouTube を見たり、こうテレビを見たり、パソコンしている時でもこう、とにかくリラックスしている時、この状態の椅子の座り方、この状態の足の先にこういう風にペダルが来れば、これが一番、自然でリラックスした状態で叩けるんじゃないかという考えから、こういう感じにペダルを置いてドラムを叩いてくださいと。これがですね、バーナード・パーティーをはじめとしたこうバークリー音楽大学では教わっているという感じだったんですが、すごく感覚的な感じ。例えば料理をする上で塩、胡椒、少々みたいな、人の好みによってもこのその少々がどれぐらいなのかがすごく左右される。例えばドラムを始めた初心者の方だったり、こう自分の中でリラックスする感覚ってどこなんだろうって分かんない時、そういう感覚を持ち合わせていない時とか、例えばプロの世界だと 0.1g だったり 0.1cm の差でガラッと変わってしまう、プレイが変わってしまう。例えば人間の舌でも料理の世界でもこの微妙な塩の量で人が一番美味しいと感じる塩加減が違ってくるという研究もあったりとか、こう本当その微妙な感じ、こう趣味でやっている、ただ美味しく食べればそれでいいっていう方はそれで問題ないと思うんですが、それをシビアにこうプロの世界でやっている方にとってはその微妙な差が命取りになってくる場合もあるので、そこをまず正確にしようじゃないかと。で、別にこう日常生活趣味でやっている方でも、それはもっと料理だったらより美味しくできればいいし、プレイだったらよりうまくできればいいに越したことはないと思うので、ぜひですね、この微妙なラインを参考にしてみてください。という感じで、彼のこのパーソナルトレーナーがまず言っていることは、例えばこれが椅子が一番低い状態、この高さですね。この低い状態だと、この足の角度が90度になってくるわけですね。で、さっきの背骨の話もありましたけども、こう腿の骨がこうあって、ここに骨盤があって、背骨とつながっているという形で、この腿の、骨っていうのは、こう左右に開いたり、もしくは上下に動いたりっていう、この骨盤とこういう動きをするわけなんですけども、この一番椅子が低い状態で、この足の角度が90度になった状態に、ここでですね、まず腿を上げること、これをやってみてくださいと。こう足を上げる感じですね。こう骨盤をストレートにした状態で足を上げる。例えばこの足がこう骨盤から遠く離れていた状態でこう足を上げるとかなりきついことはわかると思います。で、これと同様に、椅子が低すぎると、こう足を持ち上げるのがかなり難しくなってくる。で、ここが、ドラムスをプレイする上でポイントになってきまして、これヒールダウンだろうが、ヒールアップだろうが、これ関係なく、足を持ち上げるというこの動作、この動作がきつい、イコール背中を痛めるという、怪我をしやすいというところにつながってくるので、これをいかに自分の中で自由にするか、楽にするかということが一番のポイントになってきます。逆にこれをかなり、この椅子の高さをかなり高めにすると、足の角度がこうすねと腿の角度が
100度、110、120度ぐらい開いたことはわかりますね。こんな感じでやると、さっきのと比べても足をこう持ち上げるのは非常に楽になったと感じるはずです。まあ、足が遠くなったとしても、先ほどよりは少し楽になったと。もう上げれるだけ自分の限界まで挑戦してみてください。逆にこう低すぎるとですね、こう足を上げるのに腰がこうグッと曲がってしまう。これがですね、年配の方に見られるこう腰が曲がってしまう。それで怪我をしやすい、腰の痛みにつながりやすいという風になるので、低すぎるのもいけないし、逆に高すぎると演奏にも支障がきたすと。なので、そこのポイントを探すために、一番こう自分の中で足を持ち上げやすいポイント。で、ここの角度が90度にならない、100から110の間ぐらいの角度になるように、この椅子の高さをまず決めると。あと、プラス、このディスタンスですね。このペダルとの骨盤と、こう座っているこの背骨とペダルとの距離。この距離が逆にこう遠すぎると、これまた足を持ち上げるのが辛くなってくる。で逆に近すぎると、この角度がまた鋭角になってくるので、これまた足を持ち上げるのは簡単なんですが、こう持ち上げると同時に、この背骨、骨盤、背骨が曲がってしまう。これで、また怪我をしやすいので、ちょうどいいこの110、100度、そして一番足を持ち上げやすい、このポイントをまず探してみてください。これがベストポジションの高さと距離であるということが言えるわけですね。今度はこの横、ハイハッツとこのベースペダルのこの横の広がりなんですが、これも同じく、例えばこう股を大きく開けた時に足を持ち上げられるかどうか、逆にこう狭い時にどうか、っていうのをどんどんこう狭めながら広げたり狭めたりしながらこう探していくと、まあ、ここは先ほどの話とつながっているんですが、一番コンフォトブル、一番居心地がいいポイントを探すという感じですね。はい、という感じでですね、まあ、以上のようなこう足が自然に持ち上げられるかどうかっていうのと、こう自然体、なるべく自分の座り方に合っているかどうかっていうポイントで、もちろんこう背中をこうちゃんと背筋を伸ばしてですね、ストレートにした、この状態で一番居心地よくプレイできる状態、これをですね常に続けてほしいと思います。でやっぱりドラムス自体をですね、まあ1日30分1時間プレイするかしないかぐらいの人だったり、プロフェッショナルで8時間、1日中やっている方、それも毎日やっている方でも、これも全然関係なく、どの方も共通して言えることだと思います。例えばドラムをプレイしてなくても YouTube を椅子に座りながらずっと見ている方だったり、パソコンで仕事をしている方、車にずっと乗っている方でも、この椅子に座る姿勢から来るこのバックペイン、腰にかかる負担だったりっていうのは一律して変わらないと思うので、ここをですね皆さんもぜひ参考にしてみてください。で次回はですね、ここの椅子の高さがもう決まったらですね、今度は他の楽器ですね、次はスネアの高さ、ここを決定して、他の太鼓も合わせていくということをご紹介したいと思うので、ぜひ、次回もお楽しみにしていてください。それではまた次回お会いしましょう。